どうもしゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今回も就活生相談企画ということで、実際の就活生の方と採用のプロの方にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、就活生自己紹介の方お願いします。はい、立命館大学の生命科学研究科生命科学専攻の加藤のり子です。大学では漢方の生薬の成分の研究を行っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。サーカルビジネスで人事責任者をしている曽山と言います。最近は一生懸命頑張って曽山っていう YouTube をやり始めてます。リーダーシップノウハウとかね、そういったものをシェアしたりしてます。今日はよろしくお願いします。曽山さんと同じ総つながりで、仲良くしておりますけれども曽山と申します。人材研究所という人事の小さいコンサルティング会社を経営してます。よろしくお願いします。お願いします。採用領域では曽山さんと曽山さんがトップに君臨してるので、今日は有意義な時間にできたらなと思ってます。では自己 PR の方1分ほどでお願いします。はい、私の強みとしては諦めずに何事も前向きに最後までやりきることができるところです。今長期インターンをしておりまして、 IT 企業になるんですけれども、そこでインターン生の統括っていう役割を自分で作ったりとか、採用の離職率が当時私が入った時は 49% ぐらい平均で、それを 13% ほどに低下させたっていうところで、そこは成果があったかなと思っています。なぜやろうと思ったかっていうと、離職していく仲間たちの辞めていく理由として、悩みとかを言いにくいとか、マイナスのことを言いにくいっていうところがありまして、月1回のアンケート、ワンオンワン面談等を行うようにしまして、どういう意見があるのかとか、どういうところでつまずいているのかっていうところを改善することによって離職率が低下したかなと思っています。なので変革を起こすって結構大きくて大変なことだなっていうのはすごく実感したんですけども、根気よく小さいところから始めていくことで大きな変化につながるなというのを実感しました。離職率 49% って高いですね。 50% から 10% っていうのは画期的にすごい。今の就活の状況とかをお伺いしてもよろしいでしょうか。私が大事にしているのとしては、貢献できているっていう手触り感があるかどうかというところと、即断即決即行動に移せるスピード感がある起業家っていうところと、最後にプロダクトが私自身が好きと思えるかどうかっていうところを大事にしながら就活を進めております。業界は特に絞っていなくて幅広く受けている状態になります。私大学院生として活動していて、理系なんですけども、理系就職をするかどうかってところにあまりこう前向きになれていないっていう現状があります。理由としては、研究をこう大学院に入ってやってみたところ、研究が大好きな人たちとか、もう極めていく人たちとの圧倒的な差をすごく実感したっていうところがあって、そういう面で理系の専門職に就くことに対する自信とか、そこに対する前向きになれないっていうところがある中でも、せっかく院まで進んだのに振り切って文系でいいのかなっていうところが悩みとして。主に研究職のことを言われているって感じですかね。そうですね。イメージを聞きたいですよね、うん、文系っていうのはこういう感じのもので、理系っていうのはこういう感じのものでっていう、はいはい、文系就職っていうの自体がマーケティングとか販売とかに関わっていくっていうのが、ジェネラリストが多いイメージです。専門で商品を売るとかで、知識も理系の知識がいるみたいな感じになっていくと、理系就職って呼ぶんじゃないかなと思っています。こだわるのはすごくわかります。今の専門と実際の就活っていうところで言うと、ただ社会人の人が理系就職、文系就職って言葉を使ってるかというと、使ってない事実の方が多いんですよね。言ってる理系就職ってどういう意味で、文系就職ってどういう意味でっていうので、今は文系就職の方が多いですよね。文系就職をこのまま続けていって、文系就職と言われている仕事をするじゃないですか、はい、そのまま人生が進んでったら、ね、悪いイメージとしては何が起きます？理系としてせっかくここまで積み上げてきたものをゼロに戻るというか、文系の方々の方がビジネスの勉強をされている中に、そこに知識がないまま入っていくっていうイメージがあって、ハンデとして始まるようなイメージがちょっとある、うん、なるほどね、それがある、OKOKOK。理系で今積み重ねている武器、もしくは経験って何になりますか？研究のレポートの書き方とかもそうですし、論文の読み方とかを調べたりとかっていうところは、やっぱり文系の方よりはできると思っています。
これ多分圧倒的な武器ですよね、うん、例えば裁判エージェントの場合も統合職、まあ、いわゆる文系就職に近い言葉だと思いますが、はい、に入ってくると理系出身の社員は多いんですね、新入社員は、うん、そうすると彼らがやってたのってやっぱ研究、分析っていう、うん、この俯瞰する能力とか、うん、分析する能力って、例えばインターネット広告だとデータの分析とか、うん、そこでものすごい活躍してるんですよ、うん、でこれを文系就職というのが正しいのかどうか、論理構成とかフレームを整理するとか、こういったものは例えば私は英文学なんで、うん、英文学でやってきたアプローチとは全然違ってすげえなって思うんですよね。だから文系理系の大きな区分で抽象度が大きいので、どちらかというとどういう仕事はありで、どういう仕事はなしかをやっぱり一回書いてみた方が、うん、いいような気がしますね、うん、僕加藤さんの立場だったら理系めちゃくちゃ頑張ってきて、それを一回全部捨てて営業とか総務とかになるのが若干怖いなって気持ちになりそうだなと思ったんですけど、そこら辺ってもう社会人になったらスタートラインに同じになるっていうイメージで。そんなことないですねあ、いや例えば人事にもし配属されちゃったら全然違うっちゃ違うじゃないですか。ですけど人と組織っていうものをテーマにして方法論としてその研究とかで培ったものっていうのを出せばいいだけなので、うん、こんな分析とか切り口に入ってきたって感じで面白がられると思う。マーケティングにあったって同じだと思うんですよ。だからそれはそれでいいっていうのと、もう一個はここまで積み上げてきたものがゼロになる感って、今だけじゃなくて今後のキャリアチェンジとかどっかでしなきゃいけない時にも捨てた方がいいなと思っているんですけど、キャリアチェンジする時って一回縮むんですよ。例えば年収が下がったりもするし、ポジションが下がったりもするし、ただ転職なんかそうですけど、大ベテランだった人がいきなりこう新入りだったりとかもするし、もう全部ね、そんなの捨てていかなきゃいけないことなんていくらでもこれから出てくるのに、これまで積み上げてきたものがこれを大事にするばっかりにチャンスをずっと捨てていくみたいなことっていうのが起こる可能性があるので、そこら辺っていうのはやめた方がいいなと思うと、これねちょっとあんまり学生さんの前で言うのはなんなんですけど、言ってくださいけど学生時代に積み上げたものぐらいって絶対したことないっていうふうに思ってて社会に入ってからのはすごい学ぶことが多くて、はい、いいんだったら6年だったと思うんですけど、はい、6年ぐらいで培ったことなんで絶対したことないってことの方が多分いいと思うんですよ、ね、それぐらいの気持ちでいた方がさっき言ったようなキャリアチェンジとかいろんなチャンスをこれから多分降ってくると思うので、それを掴みやすいんじゃないかなと思うんですよ。2つあるわけじゃないですか、理系が大事もったいないっていうのと好奇心が旺盛って仮にあるとしたら順番を決めるのが大事なんですよ。どっちかを捨てる必要はないんです。今の私で選べ、今日選べって言われたらどっちを一番にするか、それでいいんです。それはなぜかというと持ってる財産だから、どっちも、はい、なのでその一番を決めるっていうことをぜひやっていただくと、最終的に会社選びとか職選びをするときに私の一番はこっちだから一番に投資してみようと考えたと、で失敗しても2番に戻ればいいわけなんです。なので一番を自分的に決める、そこに意思決定の経験と学習が働くんで、これで成功しても人生ハッピー、失敗しても学べばハッピーにできるはずなんで、そういう感じでいいじゃないですかね。どうですか今のお二人の話を聞いて。お聞きしていて自分が好奇心があるからこういう判断で迷っているんだってところまで考えたことがなかったので、そこを考えると今の段階では好奇心を取りたいっていうのがやっぱりあるなと思っていて、なのでそういう面でちょっと就活見てみようかなっていうのを。二択で悩むときに一応考え方としてお勧めしてるのは、メリットとデメリットを整理しようっていうのをよく言っていて、 A と B があったら A のメリットとデメリットを書く、 B のメリットとデメリットを書く、これを全部書き出して一枚に見るってことがすごい大事なんですよ。俯瞰するという自分の頭で、その上で僕のおすすめはメリットが大きい方に人生を投資した方が結果的にプラスになることが多いですよというのはあるんで、悩んだ時にはそうしてみるといいと思います、ね、確かにデメリット最小化するよりもね、メリット最小化した方がいいですよね。最初におっしゃってた長所、はい、諦めず最後までやるってあるじゃないですか。どれぐらいすごいんですかそれは。まあ、長期インターンの例で特に言えるかなと思うんですけども、当時同期で入った人の中で一番長いっていうのと、歴代の長期インターン歴史の中で最も長い。あ、そうなん。何人ぐらいの歴代の中ですか。100人はいる、うんうん、はいた中での一番、はい、あ、それ確かにすごいですね。実際に
学生の皆さんとお話すると、はい、諦めず最後までやるのが強みなんですっていう学生の方って正直言うとたくさんいるんですね。その中でどれぐらいすごいかは数字とか具体的なものでお話を最初からしちゃった方がいいかもしれないですね。諦めず最後までやるのが唯一のこの一番の強みでいいのかっていうのは私は分かんないですよ。これで一番って感じします？今の会話しててどうですか？やめていい理由はいっぱいあったと思うんですけど、うん、その可能性を見出せたっていう面では、組織を自分の色にカスタマイズしていくというか、うんうん、っていう面で変革を起こしながら長く続けるっていうところは良かった。今すごいいい気が出ましたね。可能性を見つける方が楽しい、こっちの方が強みかもしれない。もしかしたら最後までやる人たくさんいるんですけど、その中でもなんで最後まで残ったか、加藤さんの場合は可能性を見つけることが得意ですって言ってくれた方がもしかしたらいいかもしれない。他の学生と同じような言葉を使うようにせずに、できれば違う言葉で伝わるものを使った方がいいかもなっていうふうに思いました。でもこれ嘘だと思うんですよね。諦めずに前向きに取り組むっていう、まあ、社会的に望ましい言葉でよく使われる、うん、だと思うんですけど、多分ね、諦めがいい方なんじゃないか、うん、そうそう、理系捨ててるし、理系をやめようと思ってる私がいるのに、諦めず最後までやるんですよ。矛盾があるんですよ。だからこの言葉もやめた方がいい。だから結果長かっただけで継続力がある的なことなんじゃなくて、意味付け力とか、そうそうそう、楽しみを見出す力とか、そうそうですよね。そう、ド M みたいな感じで面白くないのに耐えて残ったわけじゃないですよね。そうですよね。こうなるとやっぱり表現を変えた方がいいと思いますね。めちゃくちゃありがたいですね。死後って受けていいのかなっていうのが不安としてあって、いろいろ見た方がいい決まってるのかな。セーフティーネットがないのに数を絞ってやるっていうのは無謀な賭けでしかない。選んだところを自分がよくすればいいかな。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。